ディアブラーダは悪魔の踊りを意味する。ダンサーはケバケバしい悪魔のマスクと衣装で踊りながら行進する。この踊りはスペイン植民地時代に始まり、聖母に屈服した悪魔をイメージしたものである。ディアブラーダの起源はいくつか遺説がある。発祥の地として、ボリビアとペルーの2説がある。ボリビアとペルーは、 アンデス山脈を挟んだ隣同士であり、アンデス文明圏の国である。スペインから来た宣教師は土地の住民に対し、天使と悪魔に見立てた芝居がかった踊りを見せることで、いわゆる七つの滞在の教えを説いた。その踊りが地元の踊りを取り入れたものだったので、結果としてスペインとアンデスの文化が融合したものとなった。ボリビアのオルロのカーニバルは2001年、 ユネスコにより人類の交渉及び無形遺産の傑作の宣言がなされたが、その際にこれは今のオルロに住んでいたウル族が崇拝するシンティウに捧げる祭りであったと推定している。あるいは起源は現在のボリビアのポトシなどであるとする説もある。スペインによるアメリカ大陸の植民地化の際、オルロやアルティプラーの出身の候補の入植により広まったとする説もある。 あるいはディアブラダは1538年頃、アウラガスの鉱山で、キリスト教文化とアンデスの地元宗教が融合したものであり、キリスト教の宗教的な像を地元宗教のシンボルとしたことに始まるとされる。例えば、キリスト教徒が地元宗教と融合して、食大の聖母のような信仰対象となり、それに合わせて、キリスト教の宗教行事が地元の祭りに取り入れられ、 舞踊にも影響したとする説である。古くから信じられていた地元神はキリスト教における神や聖人の名に置き換えられて信仰が続けられた。現在のペループーの県にあたるアルティプラーノで、父カカコ周辺にあるジュリーに住むルッパ家族が1576年に、初め、その他のスペイン領はアメリカに広まったとする説もある。いずれにせよ、ディアブラダは長い時間をかけて、 南アメリカ各地で独自の発達を遂げ、その形も様々なものとなった。有名なものに、プーノのディアブラダやオルロのディアブラダなどがある。セミカエルに導かれる、舞踏団ディアブラダの踊りは、シュクリと呼ばれる楽団を伴う。アルティプラーの地方のディアブラダは、バンドやオーケストラを伴う。舞踏のステップや衣装も様々なものが工夫されており、場所も、 道路などの外や、劇場やアリーナなど様々である。武闘団の戦闘は、ルシファーやサタン、メキである。それに続いて七つの大罪である、傲慢、色欲、憤怒、暴食、嫉妬、強欲、怠惰の悪魔を模した行列が続く。また、ブラウス、短いスカート、剣、盾で装った聖ミカエルが、天使の集団を率いていく。 天使と悪魔の一団は踊りながら、クロスや円に並ぶなどのマーチングを行う。マーチングは、セミカエルの一団が、悪魔の一団を打ち破るというストーリーで進んでいく。ディアブラダのコスチュームは豪華であり、重くもある。踊りは三つの部分からなり、それぞれに七種類の動きが付けられている。論文、書籍、ありがとうございます。